はい、南部美人の平野です。今日は柴田くん、はい、自己紹介。南部美人でフロント小売りを担当しています柴田翔です。よろしくお願いします。今日ですね、隣町の一戸町っていうところに配達がありまして、その配達を柴田くんと僕とで一緒に行っていきたいと思います。まあ途中途中ですね、二戸の観光スポットとかちょっとこうね、プラプラ見ながら、そういったものをちょっと今日紹介していこうかなと思いますので、それじゃあ行ってこようか。はい、ということで続きはまたこの後行きます。はい、じゃあ出発します。柴田くん、実は元〇〇急便の配達をやってたので、この手に関しては完璧なはずです。安全運転で参りたいと思います。はい、二戸市の中心街ですね。南美人があるところは最近どう、忙しい？だんだんと忙しくなってきました。これから南美人では最盛期に向かうところですね。お酒作りもようやく始まりました。これから新しいお酒がじゃん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 出てきます。はい、ちょっとこう外見てみますか。これ三五郎屋さんです。康介社長のお父様お母様がよくランチに来る場所です。もちろんお酒もいっぱい置いてあります。ぜひ皆さん遊びに来てくださいね、こういうところも。さすがの安定の運転スキルだなお前。ね、爽やかな〇〇急便にいた時を思い出すよね。はい、ここですね、二戸大橋といいまして、見てください、結構紅葉色づいてきて、はい、真部地川でございます。ここ、これからですね、まっすぐずっと行って国道4号線に入りたいと思います。三角亭というブランド肉で大変有名なところでございます。食ったギャル、あります、あります、はい、美味しいよね。はい、三角亭も安くてうまいもんね。そうです ね結構こう見えていろいろ二戸ってあるよね、うん、これからしばらくこの国道4号線を行きたいと思います。二戸の管内、まあ、ホップの生産地で非常に有名で、僕の大好きなビールランキング第1位黒ラベル賞は何？今だとあのキリンさんのあのスプリングバレーが好きです。おー、いいね。ちょっと高いですけど、うん、分かる分かる。でも特別な日とかいいよね。そうですね、うん、南部美人日本酒製造してる会社なんですけども、みんな当たり前にビール飲むよね、普通に。こういうの社長とかに聞いたらちょっとおいおい言うかもしれないけど、普通にビール飲むよね。はい、ということで京王線をしばらく行きますかね。はい、これが今日の配達するお酒です。まあ分かる人はこういった道は分かると思いますね。はい、目の前に看板が何アート、二戸市の駅に隣接している物産展でございます。俺実はね、何アートに売ってる醤油結構好きでさ、大黒醤油って言うんだけどね、結構料理で俺それ使ってるんだよね、うん、はい、ということで、はい、見えてまいりました。これが二戸市のシンボルでもあるんですけども、日本一の夫婦岩と呼ばれている最上女神でございます。こちらですね、季節商材のお酒のラベルのモチーフになっています。まあ、このラベルなんですけども、従業員で津崎というものがいるんですけども、いろいろとフロントの仕事をしてるんですけれども、まあ、ラベルの実はデザイナーということで、いろんなラベルのデザインをしてくれてます。先ほど説明したところのちょっと前で停車しております。でですね、さっきちょっと見せた、はい、南部美人純米搾りたての生原酒です。まあ、大体リリースが11月の下旬ぐらいかなと予想しております。ぜひですね、あのウェブの方でもですね、紹介しておりますので、まあ、もちろんネットショップでも販売しておりますので、季節商材ということで、これかなり人気のある商品なので、毎年すごい好評いただいております。純米の搾りたて一発目ということで、非常に飲み当たりも、やっぱり新酒ならではのピチピチとした、みずみずしい味わいと、あと原酒ならではのキリッとした力強さもあるので、これを兼ね備えたお酒でございます。ぜひチェックしてみてください。でですね、夫婦岩の最上女神をモチーフになっています。夫
気づく人気づくかな。季節ごとにですね、今冬の新種が絞りたての生原種、まあ、こういったちょっと水色っぽい、ちょっと冬っぽい感じですね。でこれがさらに2月に大吟醸の薄濁りというのも出ます。これはちょっと黒っぽくなってきます。でさらに来年の秋、ひやおろしですね、ひやおろしはちょっと秋っぽくしたラベルになっております。ラベルにちょっと趣向をこなしてますので、ぜひそちらもご購入いただいて楽しんでいただければと思います。ということで、この後も引き続き配達に柴田くんと行ってまいりたいと思います。続きをお楽しみください。はい、ではまず1軒目の配達ですね。一戸町出身なのに分かんねえんだよ。こっちは分かんねえか。到着いたしました、酒屋さんですね。力持ちだね、すげえ。これから、2軒目3軒目と配達に伺っていきたいと思います。今一戸の配達を全て完了して、この通りすっからかんです。お疲れでしょう。あ、お疲れ様でした。さすがの運転技術と納品もスムーズでした。サンキュー。じゃあこれから二戸に戻りましょう。市内もね、結構開拓しようと思えば ね結構ランチとかね。チェリーって分かる？あ、チェリー俺常連ですよ。あ、マジで、はい、お、いいねいいね。あれどうなの？わ、美味しいっすよ、唐揚げとか。あ、そう、唐揚げがすげえボリュームあるんでしょ、うん、唐揚げめっちゃ美味しいっすよ。そう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 、俺そこ行ってみてえなーと思ってさ。で結構でもさ、穴場的なとこもあるよね。そう、俺二戸だからさ、 あんまり食いに行く機会ないからさ、行ってみたいなっていうのあるよね。女神女神の下を通って、これから二戸市内に戻りたいと思います。いやー、腹減ったな。いや、そうですね。とこの辺りですね、二戸に入ってすぐ石切所っていうふうに、まあ住所なんですけども、なんで石切所になったかというと、このトンネルを抜けた先にですね、見えますかね、あそこの岩あるじゃん、あの、あれですか。そうそうそう、なんかさ、切り立ってるやん。あ、岩切った感じじゃん。はいはいはい。だからなんか石切所みたいな感じで、誰かが言ってたような気がする。わかんない俺。でも誰かが言ってて、あ、なるほどなと思って、それパクっただけだから。あ、なるほどです、ね、うん、諸説あるんじゃないの多分。はい、ここ豆千川レストパーク、超レトロなレストランです。ショー行ってる気ある？昨日行きました。あ、昨日行った。超レトロだよね。漫画本とか、あとレトロゲームとかもです、まだあるでしょ。があって、もう昔ながらのなんだレストランっつうのかな。そうそうそう、ここ2ドア、二戸市が誇る南部せんべいの直売所ですね。あの、いろんな斬新なですね、チョコ南部だったりとか、まあ、そういったものが売っているので、非常に面白い場所になっておりますので、コロナになる前なんかいろいろこう体験するやつとかね、チョコレートとかであったんだよね。アイスクリームが超うまい、ね、美味しいです。美味しいでしょ。二戸市にですね、いろいろこうせんべい屋さんがって何軒かありまして、ぜひですね、まあ、食べ比べとかも面白いと思うので、やってみるのはいいんじゃないのかなと思います。ショーって南部せんべい味何好き？いろいろ。リンゴですね。マジで？はい。もう意外だね。でもあの酸味なんかあれだよね、ドライフルーツじゃないけど、ドライアップルっていうのかな、あれは。ね、イカとかですね。あ、イカも好き。イカ美味しいよね。あれめっちゃ酒のつまみなのよ。イカ結構不動で人気だよね。俺あとあれかぼちゃとか好きよ。はいはいはい、はい、あの甘い感じ美味しいよね。あれは甘い。いつも大変お世話になってる松月さんですね。お菓子屋なんですけど、お酒も多数揃えております。はい、ハウスオブピクニックですね。ここも南部美人置いてます。 あそこも夜大変お世話になっているレストランでございます。と、まあここに来るだけいろんなのあるね。そうっすね。本当にさ、この辺を歩いて、ね、吹雪だろう、クソ寒い時とか普通に行ってたもんね。で、ここはですね、久野平城のガイドハウスがある入り口ですね。城マニアにはね、結構有名らしい。豊臣秀吉だったかな、最後ですね、相手軍を攻め落とす場所として最後の戦いの地になった、これが久野平城、久野平正真の乱っていうんだけどね。俺結構歴史好きなんだよ。ということで、南部美人に戻ってまいりました。こんな感じですね、南部美人。目の前は。本社蔵ですね。南部美人の店舗です。南部美人でこういう風に売っておりますので、コロナが明けたら
ぜひ遊びに来てください。試飲もできるようになりました。一杯いくらだっけ？100円です。100円ね。車でなければもうガンガン飲めるはい、今日の南部美人配達シリーズっつのかな、これ。皆さんご視聴ありがとうございました。なんか最後に、これからも動画を撮っていきますので、どうぞよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。